焼きこの隙に。Yeah!
出るなら言ってくれよ、マイフレンド。バイク隊にスカウトしたのに。残念。マイレディには振られたか。こいつらは観客君と私はすでにレジェンドなんだ。離れてろ。この時をどれほど待ち望んでいたか。君も同じ気持ちだろう。さっさと終わらせよう。焦るなよ、マイフレンド。まずはミュージック。覚悟はいい。
一段と早くなったじゃないか、マイフレンド。次は誰だ？そんな無粋な真似はさせないさ。マイフレンドに来る！隊長としてしっかりと部下を率いてきたようだ。さすがはマイフレンド。同じくバイク警備隊を率いた隊長としてリスペクトを送る。そんな武漢王の君にプレゼント。受け取ってくれ。良い旅を、マイフレンド。
お前たちはアルジュノンへ行ってくれ。説明してもらえないのでしょうか。さっきのバイクのやつか。あれは変なやつだ。見ればわかります。知りたいのは隊長が我々を追い払おうとする理由です。我々はそれほどまでに足手まといでしょうか。それとも隊長が襲撃者本人なのでしょうか。騙したことは謝る。すまなかった。申し訳ありません。冗談が過ぎました。襲撃者は若い女です。隊長ではありません。でも分かりました。隊長はとにかく何が何でも一人になりたい。お察しできず申し訳ありません。申し訳ありません。いや、気にするな。我々は隊長のリーダーシップの下で団結したパレードの高揚感が忘れられません。でもよく考えれば隊長とはお会いしたばかり。一つになれたというのは我々の一方的な思い込みだったのでしょう。そんなことはない。パレードは俺も楽しんだ。でも分かってくれたなら言ってくれ。俺は一人になりたい。またお会いできますよね。ああ、もちろん。社長が無事でよかった。さっさと出航してくんないかな、はい、事件の犯人ってもう捕まったのか。クラウド無事だった。ああ、よし、そんじゃクロマントたちと一緒に船旅とシャレコンか。よし、次チェックされてるね。どうする。後ろから乗り込もう。
事件の犯人ってもう捕まったのか。さっさと出航してくんないかな。とにかく社長が無事でよかった。君たちは何だ。俺たちはパレードで社長賞をもらいました。ご褒美でコスタデルソルへ行けるんです。ルーファウス社長がこの船に乗れって。何も聞いていないが。社長気まぐれですよね。後ろの連中もかね。いつの間に。船長、お客様同士が揉めています。仲裁お願いします。わがままな客が多くてね。二等室で頼むよ。お客様は裕福な方々が多い。失礼のないようにな。お前はサボってないで仕事しろ。了解。それから犬は戦争だ。分かった。よしよし。夜風がしみるね。ミッドガルとは違う。いい風だ。私にはちょいと潮辛いね。それからファズマ、
それっきり。今でも大きな人を見るとドキッとする。そっか。何でも聞くからね。さて、次はいよいよ大事件。嘘。これ以上の事件があるの？それが、そうなの。初恋。うわ、大事件。俺だ。公演はまた今度。見回りどうだった？クロマントは二等船室に集められてる。シンラの追っ手の気配はない。変装は終わりだな。そっか。じゃあ最後にケレ。ご苦労様。おう、ルーハウスの提案聞いたぜ。忍者娘がめちゃくちゃにしちまったが、正直俺はホッとしてるんだ。誰が社長だろうが信羅は信羅、取引なんかしたくねえ。連絡船第八信羅丸へようこそ。船長のチトフです。本船はコスタデルソロへ向け順調に航行中です。短い船旅となりますが、どうぞおくつろぎください。なお、船旅の余興としてクイーンズブラッドの大会を開催します。参加を希望されるお客様はこの後ラウンジにお集まりください。クイーンズブラッドの大会だって。行こう。